お嬢様、ただいま戻りました。ご所望の本、買ってきましたよ。お嬢様？おかしい。お嬢様はおろか、メイリンやパチュリ様の気配もない。みんな、どこへ行ったのかしら。どこへ行ったのかしらね。ごきげんよう、サクヤ。ヤクモ、ユカリ。何か楽しいことがあったみたいじゃない？あなたのお嬢様の思いつきで。思いつきでというのは否定しませんけどね。私も参加したかったのだけど。どうせいつものように寝ていたんでしょう。否定はしないわ。それでお寝坊さんがここに何の用かしら。そうね、その素敵な吸血鬼さんに挨拶に来たのだけど、どうやらご不在のようだったので、代わりに私が留守を預からせてもらったの。しらじらしい。お嬢様たちがいらっしゃらないのもあなたが関係しているとでも言っているみたいね。あら、そう聞こえる？平静を装っているけど内心はといったところかしら。貴様、たぎらないたぎらない。綺麗なお顔が台無しよ。口で言ってもわからないよね。それはこっちのセリフ。少し頭を冷やしたら。頭の悪い人間、気づかないようだから教えてあげるわ。何？春がまだ来ないとでも言えばいいかしら。春が面白いと思わない？ヒントはここまでにしておきましょう。待ちなさい。誰かに盗まれた春、誰が何の目的でなんて。それじゃあごきげんよう。春が来ないと。確かに春なのにこの気温。いないこととそれが何か関係がある。お嬢様、
あの時確かに以前とは姿が若干異なる。このまがまがしい気は紛れもなくコウマ女。もしやまたお嬢様が。いや、ゆかりが関わっているのであればその線は。それにお嬢様が私に何も言わないというのも考えられない。じゃあこの城は誰が。その声はメイリン。どういうことなの、これは一体。話は後で、縄を解いてと言っているよね。はいはい、分かっています。早くほどいてほしいんでしょ。レミリアのメイドじゃない。どういうことか説明していただける。え、何が。うちの門番がお世話になっているようですが、このように。あれ、メイリン何してるのって。私。あなた以外誰がいるかしら。知らない知らない、私知らない。私じゃないよ。知らない。力ずくで来いと言っているように。これで話す気になったかしら。だから私何も知らないってば。この後に及んで。ちょっとその門番に聞いてみればいいじゃない。それもそうね。
ありがとうございます。メリー、あなたをこんな姿にしたのは誰？いや、そのちょっと前まで高魔館の庭で、ちょっと昼寝を、いや、ちょっとした仮眠を。どっちも同じです。すみません。それで昼寝をしていたら何者かに急に。ということは誰もが容疑者になりうるということね。どうして私の方を睨むの？私、あれあるもん。アリバイ。そう、アリバイ。だってさっきまで昨夜が降臨堂で買い物してたの見たもの。それを知っているということはメリーを襲うのは物理的に不可能と？うん、私はただこの方角に不吉なものを感じたから。なるほど、わかったわ。ようやくわかってくれた。昨夜レミリアのことになるとすぐこうなるんだもの。何か？いえ、なんでもないです。ほら、メイリー、城に入るわよ。